こんにちは、サックスの川原塚雄二です。今日は新しい人工リード、こちら、トリオレリードっていうんですよね。トリオレリード、こちら日本の静岡で作ってらっしゃるっていうことで、今年から発売になってるみたいです。これを硬さ別でちょっとサンプル送っていただいたので、ちょっと試していこうかなと思います。で、今使ってるリード、人工リードに関しては割とこうレジェールを使ってるんですが、今アメリカンカットの 2.5 がついています。他にも 2.75 とか、まあ、2.25 とか、まあ、シグネチャーシリーズとか、いろいろ種類を分けて、その場所場所で使い分けていたりします。まあ、足のリードは緑ジャバを使うことが多いんですけど、まずこのアメリカンカットのやつをちょっと吹いてみますね。まあ、普通というか、まあ、僕は慣れちゃってるんですけど、じゃあちょっとミディアムぐらいから使ってみようかな。今ね、これなんていうんですかね、ちょっと試し吹きも全くしてないんですよ。本当に今開けるんですよ。なので本当の最初の感想を皆さんにお伝えしたいなと思って。なんか見た目ね、レジェールに似てるんですよね。ちょっと透明度が低いかなっていう感じ。厚さはちょっと薄い、このお尻のとこはちょっと薄いかもしれないです。お尻の部分ちょっと薄いかな。うん、長さは一緒ですね。ミディアムっていう M がちょっと分かりづらいかなと、ここに書いてますね。すごいなるな、ビャーって感じですね。うん、ちょっとミディアムだと硬いかもしれない。ちょっとソフトを使ってみます。今のミディアムだと多分 2.75 のイメージですね。うん、3まではいかないと思います。トリオレリードの、S ソフトですね。あ、これはちょっと柔らかいかもしれないですね。レジェールで言うと多分 2.25 とか、うん、なんのかな。もう一回ちょっとさっきの M を吹いてみますね。ああ、まあちょっと厚めの緑ジャバ 2.5 って感じですかね。緑ジャバ 2.5 と3の間ぐらいかな。で、レジェールのアメリカンカットで言うと 2.75 ぐらいのイメージですね。じゃあ厚さこれで一応いいかなと思うので、音色の方をちょっといろいろと聞いていこうかなと思います。人工リードの場合って息をバーって入れた時の鳴り方っていうのはどれもね、そんなに悪くないんですよ。今までやってきたヤマハとか、ベンとか、あの辺も別に全然大丈夫なんですけど、その音を減衰してった時、小さい音を出そうとした時の、その息のクスっていう音のバランスと音色のバランス、あとその時に、高周波、キンキンするような成分ですね。音がひっくり返りそうな感じになっちゃうような成分、これをいかにコントロールできるかっていうところにかかってると僕は思っています。うん、非常にコントロールはしやすいですよね。ちょっともう一回、レジェールを吹いてみます。レジェール、まあこんな感じですよね。非常に使いやすい。もう一回ちょっとトリオレに。
うん、コントロールはしやすいですね。音色のそのサブトーンの太さっていうのはレジェールの方がひょっとしたら出てるのかもしれないですけど、ちょっとね、慣れれば大丈夫かなと思います。で、レジェールのデメリットは個体差がね、結構あるんですよ。で、僕が買うときは選ばしてもらってるんですけど、こういう5枚並べたら全然違うんですよね。あの、2.5 よりも薄い 2.75 とかも全然ありますし、だからこれ、選んで買える人は選んで買った方がいいと思います。で、今たまたまミディアム M は、2枚送っていただいてるので、もう1枚ちょっと吹いてみますね、これ。あとこのトリオレリードは値段が安い。うん。これはちょっとありがたいですね。レジェールの半分ぐらいじゃないですかね、値段。あんまり個体差なさそうですね。ちょっともう一枚の方のミディアムを吹いてみます。ちょっと特快1回。ああ、そんなに違わないですね。レジェールの個体差よりかは圧倒的に、少ないと思います。差が少ないと思います。ここで試しに前のベン使ってみる。最近ちょっと使ってなかったですけど、この、ダダリオのこのベンですね。これは 2.0、 表記は 2.0 ですけど、割とこうイメージとしては一般的な 2.5 ぐらいな感じだった気がします。最初に吹いた時にね、ベンの 2.0。 やっぱちょっと腰が強い感じするんですよね。クラシック向けの、なんだろう、感触がちょっとあるんですよね。ただ音色は結構明るい、開いてる感じがします。じゃあちょっと前に話題になったヤマハの、ニーハン、これも安いんですよね。トリオレリードと同じぐらいなんじゃないかな。じゃあヤマハの、ニーハン。これやっぱりね、その過去のレビューでも僕言ってますけど、そのさっき言ったその減衰した時ね、減衰した時の音がこうひっくり返る成分がね、すごい出ちゃうんですよね。思いっきり息を入れてる時、まあそんなに違和感ないんですけど、だからオンかオフかみたいなイメージがどうしても残っちゃいます。じゃあここでもう一回さっきのトリオレリードのミディアム、こう格段にいいですよね、こっちの方がね。ちょっと慣れたらちょっと薄く感じてきましたね。ちょっと試しに、僕には熱いのかもしんないけど、この H ハードもちょっとせっかくなんで吹いてみようかなと思います。トリオレリードハード、ああ吹けるな普通に。吹けますね、大丈夫。レジェールの 2.75 よりかは気持ち熱い気がするんですけど、慣れたらちょっと落ち着くのかもしれないですね。もう一回ちょっと一回ミディアム戻ります。このメゾフォルテからメゾピアノにかけての音色がすごくコントロールしやすいです。大きい音出した時も、
吹きやすいです。アタックが出やすい、ひっくり返りにくいっていうところを感じます。で、厚さの差なんですけど、まあ今そんなに何十枚もこう比較してないのでわからないんですけど、ハードとミディアムの差がそんなにないと思います。普通のリードで言うと多分4分の1刻みぐらいのその4分の1、1個分って感じ。ただ、ミディアムとソフトの差が 0.5 分以上に感じるかもしれないですね。ちょっとこの辺はもうちょっと枚数を試してみないとわからないんですが、ジャズの人だったら大体 Java の、緑 Java の2半とか、まあメイヤーの5番とか使ってる人で、Java の3番とか3半ですよね。だからその辺の人はハードで、僕みたいな Java の2半を使ってるような人っていうのはミディアムぐらいがちょうどいいのかなと思います。ちょっと試しにラバーでも吹いてみましょうか。じゃあこのトリオレのミディアムで、メイヤーの6番。ああ、吹きやすいですね。うん。なんか薄く感じるかなと思ったけど、そんなことなかったですね。ちょっと試しにハードを使ってみましょうか。メイヤーの6番にトリオレリードのハード。ああ、僕こっちの方がいいかも。これちょうどいいかもしれないですね。まあ人によってちょっと違うかもしれないんですが、まあミディアムかハードかな。ソフトは結構柔らかいかもしれないですね。パリっていうか、ピアっていう感じが結構感じてしまうので、レジェールの 2.5 前後を使ってる人だったら、ミディアムとハード、どちらかでいいのかなと思います。で、多分さっきも言いましたけど、値段がレジェールの半分ぐらいなので、ちょっと、いいかなと思いますね、うん、今リード高いですからね。またね、2月からダダリオとか全部上がっちゃいましたからね。ということで今日このトリオレリード、ちょっと試させていただきましたけども、ちょっとねその長い間使っての耐久性とかそういうところまではちょっとわからないんですが、非常に将来性のあるリードだなと思いました。何しろ値段がね買いやすい、これ大事ですよね。なので多分今直接しか買えないのかな。ちょっといろんな楽器店で置いてるかはちょっとわからないんですけども、ぜひ問い合わせをしてみてください。概要欄の方にですね、こちらのホームページの方は貼っておきます。ということで今日この新しい人工リード、トリオレリードっていうのをちょっと紹介してみました。他にもですね、今後これ樹脂じゃないですか。だからね、いろんな人どんどん作ってほしいですよね。足のリードがずっと今後何十年もね同じような品質で残ってるかっていうとちょっとわからないので、値段も上がってきちゃうし、だからこの人工リードでね良ければもちろんそっちの方が使いやすいので、ぜひいろんな、開発者の方にはですねちょっと頑張っていただきたいなというところでございます。ということで今日はですねこの人工リード紹介させていただきました。どうもありがとうございました。